皆さん、やっはりきチャンネルのありくです。今日は、はい、お座り、お座り今日はロミの進路についてお話ししたいと思います。あのね、結構コメント欄とか甘いの質問コーナーでもそうなんだけど、高校卒業したらロミちゃんどうするのって結構ねコメントをねいただくんですよ。で、詳しくね動画でお話ししたことがないなと思ったので、まあ、今回ねお話ししていこうと思います。で、まあ、やっぱりね3年生になって1、2年生だったらさ、まださそういうのあんま考えてなかったんだよね。で、3年生になっていろいろ奨学金とかあの話が出てきて、もうそろそろもう決めなくちゃいけないよって先生に言われて、もういろいろね結構ね悩んでたんですよ。1、2年生では考えないこと考えて、で、皆さんのこれからの進路のためにも少しでも参考になればいいなと思ったので、今回全部お話ししていきます。まあ、1、2年生だったら、まあ、1年生はもう当たり前なんだけど、まあ、2年生でもまあちょくちょくは考えてたんだけど、進路については。まあでもね、結構気楽に過ごしてたんですよね。で、まあ3年生になってからも、まあクラス替えもなかったし、あんま3年生っていう自覚もなかったから、普通に過ごしてたら、もう先生が、もう来年は就職または進学だから、もう決めとかないと遅いよみたいなのを言われて、はぁ、やばいわこれと思ったので、結構考えてたんですよ。いろんな学校のパンフレットとか、注文して、家に届くようにして、いろんなの見て、調べたりして、結構ね、悩んだんですよね。どうするか、進路について。で、ロミは、高校の受験の時も、だいたい11月くらいに、願書を書いたんだよね、確か。だからまあ、そんくらいまでに、願書だっけ書けば、まあ大丈夫かな、とか思ったんだけど、奨学金わかるかな？まあ、簡単に言うと借金なんだけど、その学校に通うために借金をしたい人は、5月までに、5月、なんかね、何回かあるのよ、その奨学金の受付みたいな、があって、早めにそういう奨学金の登録みたいなのをしといた方がいいよって先生に言われて、お尻で、その話が出てて、あ、じゃあもうそろそろ決めないと、やばいな。急に焦り出しちゃって。でね、まあ、皆さん知ってる通り、ロミはね、ちっちゃい頃からお菓子作りが大好きで、まあ、高校1年生の時までは、もう絶対パティシエの専門学校に行くって決めてたんですよ。でも高校2年生くらいになって、やっぱパティシエはな、本当にそれでいいのかな、みたいな考えて、まあ、ゆっくり考えようと思ってたんだけど、で、3年生になっちゃって、もう、で、え、どうしよう、え、どこ行くんだロミと思って、で、悩んで悩んで専門学校に進むか、就職っていう選択肢はもうなかったです。最初から就職じゃなくてどっかしら学校へ行きたいなと思ってたので、就職っていう選択肢はなくて、で、まあ、専門学校か短大か普通の大学の3つに分かれたわけで、短大も、まあ、ないかなって先生とも相談して、もうやりたいことが分かんないんだったら4年生の大学に行ってゆっくりこれから考えればいいんじゃないっていう話も出てて、で、パティシエに本当になりたいのかも分からなくなっちゃって悩みすぎてね。で、パティシエもいいけど、ちゃんとした大学に行った方が、まあ、お父さんもお母さんも喜ぶんじゃないかとかいろいろ考え始めて、まあ、4年生の大学の方がね、いいんじゃないかとか考え始めて、で、もうわけわかんなくなっちゃって、やりたいことがもうわかんないし、みたいな。かなりね、将来に関わってくることなので、めっちゃ悩みました。で、指定校推薦なんですよね。行くとしたら大学とか、短大とかも。で、もし大学行くんだったら、まあ、家から近い、まあ、経済学の大学、指定校推薦で、あるからそこ入った方がいいのかなーって、将来的にも役に立つんじゃないかなって。別に好きじゃないけどね、経済学なんて全然好きじゃないけど、まあ、経済学とかに入ろうかなーとかもね考えてたんですけど、でもこれ続けられるのかなと思って、経済学の道に進んでも別に好きでもないのに4年間もやって、ほら大学って結構高いじゃん。結構先輩とかにも聞いた話だと、普通にもう入る前に400万くらい払ってるらしいんですよ。で、大して好きなことでもないね、400万払って途中で辞めるってなったら、もう親にも超迷惑だし、迷惑かけちゃうし、もう自分でもね、もう病んじゃうと思うなと思って。
だからなんだったらパティシエとかね自分の好きなことをやった方がいいのかな、でも大学の方がお父さんお母さん喜ぶのかなとか考えてる自分もいて、もうね本当にめちゃくちゃ悩みました。もうどうすればいいんだみたいな。将来的に、まあ、やっぱりいい仕事見つけられるんだったら、まあ、4年生の大学の方がやっぱいいのかなとか考えたりしてめっちゃ悩みましたね。でちょうど昨日ねお父さんとそういう話をして、お父さんはやっぱり大学とかにも入ってほしいっちゃほしいけど自分の好きなことやるのが一番だよって言ってくれて、そう大学入っても嫌なことだったら4年間通い終わってもその後仕事でねもう嫌になっちゃうかもしれないし、だったら好きなことしてそれをねずっと続けていくのが一番だと思うよって言ってくれたので、あ確かになって思いましたね。でまあやっぱりね自分で好きなことについて勉強できるところに進学した方がやっぱり自分のためにもなるし楽しんで学校行けるじゃん。やっぱりそんな好きでもない学科の大学に入ってもまあいやいや学校行くことになると思うよ。4年間でもったいないじゃん、その4年間の時間も。だったらそのまあ専門学校大体2年なんだけど、そしたら充実した2年間を過ごす方がいいんじゃないかなと思って。でね、あと YouTube やってるじゃないですか。でルミ将来 YouTube をね、まあ、ずっと続けたいなとは思ってるんですよ。で考えたら、まあ、例えばパティシエの専門学校行って2年間学んで資格取って、そのパティシエの専門学校で身につけた知識を YouTube で配信していくみたいな感じの方がいいんじゃないかなとか思って、まあ、お父さんからのねアドバイスも受け取って、まあ結局はまあ多分4年生の大学はもうなくなって多分好きな専門学校に行くと思います。まあねはっきりとした進学先っていうのは決まってないんだけど、まあこんな感じでいいかなみたいな、好きなことすればいいかなっていうことになりました。多分もう確定でパティシエの専門学校だと思います。やっぱり一人で悩むより親とかに相談して意見をねこうやって言い合ったりするのがいいと思います、マジで。でまあね大体はもうほぼほぼねこんな感じでいいかな、好きなことやるのがいいかなっていうのは決まったんだけど、まあ 100% 決まったらもちろん皆さんにもね報告するので楽しみにしててください。まあね多分今の時期やっぱり高校3年生まあ中学3年生もそうなんだけど、まあ進路について悩む時期だと思うので、もしね悩んだりしたら一人で悩まないでお父さんお母さんと一緒に相談し合ってください。はい、じゃあね、ということで今回めちゃくちゃ真面目な動画になっちゃったんだけど、まあ結構コメント欄とかでもあったし、ロイも話したいなと思ってた内容なのでね、まあゆっくり話しました。まあ残り高校3年生の生活8ヶ月楽しく過ごしたいと思います。もう1月からはないから8ヶ月楽しく過ごしたいと思います。はい、じゃあね、もしねもしこういう進路に決まったよっていう方いたらね、ぜひコメント欄で書いてください。じゃあということで、またこんな感じの動画見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、ロッキーパパです。ロッキー、はい、バイバイ。